こんにちは。3日目？おお。雨が刻むリズムと音楽が奏でるハーモニーが好き。なるほど、アンビエントだね。このパート、このパートちょっとなんか、ちょっと変えてほしいな。ベーコン欲しいんだよね。内容がまた消えちゃってる。これなんか意味深だね。なんかいやそんなわけないか。ここに越してきてから初めての雨。結構即なんだこの人来てから。まだそんな全然何年も住んでますみたいなとこじゃないんだね。病気なのかな。傘の上。もうちょい。この絵は絶対どこかで見たから。なんでこんなに字が汚いんだ。この字何。この字っていうかこのフォントなの、これ何。日本人が書けないタイプの字だよね。美味しい生活みたいな。何やろな、おもろいな。今までもそうだった？いや今までもそうだったか。いや今までそうフォントではないんだよな。そらそうだよな。この辺は別にそんな気にならなかったんだけどね。まあ、こうよ、ずっと見ていくと字が下手っていう。字が下手だよなっていうのがなんか出てくるな。めちゃめちゃこの絵なんでしょうね、気になってしまったな。雨の絵はこれだけど進めるか。部屋中をクリックした方が多分実績とかは解除されるんだろうが、赤い傘が物足りない、物足りない。あれなんかここに書き足すのかなと思ったんだけど違うのか。そういう動作にはならないね。あと何するんだろう。次このストーリーになるような気がするけど、あこれだ。これも雨の絵だけど、こっちは雨止んでんのか。Really? こっちも止んでんな。足りないところはちょっと待てよ。傘こうじゃない。違う。見るか。あ、違った。赤と黄色だった。なんかこの街に黄色の傘ってそぐわないな。
と黄色の傘と緑の看板。緑の看板？これかい。黄色の傘と。違うのかい。ちょっと待てよ。下か。違うな。うん。どう違うの？あんまりはみ出しすぎると NG 食らうんだ。必要十分ちょうどじゃないとダメなんだね。違うの？この形に乗らないといけないの？こう。太陽と雨傘、部屋にあるとなんだか構図が似ている。もう一枚あったね。赤黄色ダメなのか。こういうクラスター的な手法ではダメなんだな。あと太陽。わあ。親愛なのアンバー。あの雨の日、看板の下で会えたのもそうだけど、まさか立ち話で雨が上がるまで、あんなに盛り上がるとは思わなかった。はい。アンバーって人に当てたもの。あ、マガサのメモ、黄色の傘。アンバーが黄色い傘でしょ。黄色い傘は男でしょ。え、親愛なるアンバーへ、黄色い傘の J ですなのかな。 J が黄色、アンバーが女性。アンバーって言われた時に外国語源だと男か女かよくわからんっていうのがありますよね。うん、雨の日、看板、雨が上がる。さっき塗った順番だね。うん、うん、雨の日、看板、なんだそれ。大英黄色と赤ってなんかなんだろうな。大英、ダメなの？え、違くね？そうなんだ。もっと具象、もっと具象だったんだ。じゃあ上にあるのはなんだ。黄色いコップの上にある赤いものってなんだ。そんなものある。コップの上に置いてある赤いもの、そんなものある。そんなものある。なんだこれ。なんだろう、なんだろうな。青関係ねえ。雨だから？でも雨だから青は安直だよな。どっちかっていうと灰色なんだもん。
それを言ったらいいかな、もう太陽を黄色で塗った時点でアウトか。こっちがアンバー、白い服かアンバー、はい、帽子、okay. うん、今考えるのはやめよう。あと2色なの、もう後半入ってんのか。青で塗るとしたらどこだ、山かな、合ってる合ってる、なんかこれのもっとフリーペイントモードみたいなやつ欲しいな。大人のお絵描きデジタル版みたいなやつ。ああそれ色変わるんだ、知らねえ。ちょっと色混ぜてるやん。結構色の使い方が大胆でいいね。モンドリアンがめちゃくちゃ好きだからさ。雨毛と回想シーン、喫茶店カフェ、フロージカフェ、フロフラフロオウムラウト、ウムラウトじゃない、なんつうの、あの上の点2つ、うわーじゅ、ほう。そしてこの物語の続きは次の絵だ。夜、あれか、ゲーム全体で一日を表してるのがヨシアイランドだね。うん。What？ ね、猫は？ Wait。何が起きたのマジで今。外から鍵がかかってる、なんか変なこと起きてるね。電話とかないん。あー溶けてる溶けてる、知らない家だ。さっきジジイの解体、うわこれはちょっと待て、ノーヒントはきついな。あーあるったヒント、黄色はこれだけ、
でもなんか終わりですって言ってくれないな。 No. 違う、全部塗り切ればいいのか。ここ何色、この色。 That's not right. 違う違う、どっちかというと赤、青は上。 Yeah.No. 違う。No. 違う。No. 違う。That's not right. 違う。No. 違う。あとどこ？あと今塗れるのはどこだ？ここの緑か。だってこの色でここでしょ？でここは白、あここはの青か。違う。え？緑？違うけどな。あとは？え、ちょっとあとはなんか塗れるものがないと思ってんだけど。なるほどね、そういうのもありだ。J 何が足りない。なんだこれ、ノーヒントだね。ここは本当？まだなんか見つけてないのか、わからん。でも何もできないのか、ここ今なんか探す。ああ、曲かけないと。テープがない。うん。上、上、左、下。脱出ゲームみたいになってる。どこにヒントがあるのかわからんね。パソコンとかいつものやつを。わあ、アンバー固まった。パスワードが思い出せない。どこにメモしたんだっけ、さっきメモしちゃった。でも数字だこれ。下右上左、これも何、色違いの点、何がつながりがあるのかな。ない。ああない。これは何、そのこれは黄色だから、あーなんだっけ、上上右下みたいな。マジか。青はだ、ないのか。青は下右上左。これを6とする。なんとなく残りは推測でいけそうだけど、一応ね。その見ないとフラグが立たない的なやつがある。うん、たたたた、ナイキ忘れちゃうなこれ。たたたた、まあ1なんですけど、あとあとどこだ、こっちか。え、あったあった。これの意味がわからん。この絵はダメで、この絵もやられてるのか。あの2人に関する絵が全部やられてるということ。ひまわりは無事。
シンデラ。はい。あ、違う違う違う。16188。プリント。キャンバスの一部とお気に入りのラジカセの絵が写ってる。もう一枚。あと一つ何かある。これか。これの謎を解かないといけない。塞がれてる。へえ。あとなんだろうね。ルーザー。傘の絵でアンバー。あ？赤い傘は誰？赤い傘は女性？女性はアンバー？開かないよね。電気ない。え、じゃああれの電気持ってこないとダメじゃん。うん。ぼんやる絵って全部ぼやけてんね。ヒロピトの部屋みたいになっちゃった。こっちのキッチンだよね。見慣れたこの感じ。え、覚えてない。いや、覚えてないわ。ここに何があったか。いや、覚えてないな。それは覚えてない。マジか。いや、マジか。これはやばいな。戻ってみる。あそこに何があった。これ緑があったねでいいのか。草生える。一応これが合ってるかどうかやってみて、合ってたら、いやでもなんかちょっと違う感じするな。え？抽象化されすぎていて合ってるのかわからん。合ってるのかこれ。これでいいの？あ、ダメだ。もうちょっとなんかしないといけないんだ。なんだ？緑を土台にして、あれじゃあ私見る場所間違えたかな。ここに置いてあった絵を見るべきだったのか、なんかわかんないけど。ああ、じゃあね、ちょっとわかんないかも。もう一回見てこよう。ちなみにあとはラジカセと猫の柄とひまわり。ひまわりは足りないパーツを書きたい。猫の柄はここに書いてある。あと下に1個は今あったな。いくつかの図形が鍵になっている仕掛け箱、部屋をよく探せば何かヒントがある。
他のやつ取らないとダメなんだね。これは違うんだ。高い。これは黄色と赤と黄色と後ろのこの辺、あ、それはやんなくていいの？それはやんなくていいんだ。アンバーの目も青、青の丸。キッチン、緑色のこの辺を緑色に塗ってるんですよね、なんだか知らんけど。でここのことを表してるのかと思ったけど、なんかそうでもないみたい。2段階の色の仕込みが必要、これのことなのか。いや違うよな。え、わかんねえ。ちょうど この辺の壁なんですよね、多分。そんなものない。もう今これやるっきゃないのか。あ、これもあるか。ひまわりの絵、何やっちゃうの。合ってるでしょ。あとは12345678912345678910、あれ、あとはひまわりの真ん中、あとなんか塗るものあるか。終わりじゃないよね、終わりじゃないよね。なんかまだあんだな。12345678910。あと何をすりゃいいの。あ、ここね。ってことはさっきのキッチンの絵も別にキッチンのあそこだけじゃないのか。うん、ここと違うとこをなんか濡れだったのか。え、トースターの色とかを見るべきだったのかもしれなかった、もしかしたら。これ分かんないけどね、トースターの色。いやー、なんだろうな。That's not right. 違う。ヒント欲しいな。あ、これが最終、え？先猫行こうか。キッチンがめちゃくちゃ謎。いや、猫はこの場所を塗ればいい。そことそことそこ、これで3つの図形が揃ったので、そういうこと？
三角がない。はん？これがなぜ三角なんだろうっていうのは、まあ分かるっちゃ分かるっちゃ分かる。あーくそ、分かるわけねえだろそんなもん。知らないよね。空想上の話だよ。その絵を最初に出すなよ。一番簡単にできそうなものを一番分かりにくいのはなしだろ。白の絵の具は新しく見つけただけで、別に白を今使うわけではない。上が白、あ、使いました、白黄色。塗ったよね。はい。はん？うん。くそ、記憶と違うキッチンだということをもうちょっと早く見知るべきだったのか。いやでもこれを見たら一致してると思うよな。うん。ん？でもこれ書いたけど何も起きなかった。うちのキッチンも確かめ直す。なるほど。あるあるある。同じデザインの仕掛けだということは、左側の絵柄をもしかして、うわ覚えてない、そんな、覚えてないわね。あそこの部屋行かないとダメか、さすがに。何もおまへんで、何も思わへんで。え、ここが傘であるぐらいしか分かんないね。雲の下が傘である。あとやり残したのはこれなんよ。だけどこれは高いから足場が欲しい。うんと、傘でしょ。傘以外はない。違うんだ。これは何？違うのか？違わないよ。何すればいいのか分かんなくなっちゃった。なんか他に合わせないといけない場所あったのかな？あ、J、 いや J は秘密はまだ分かんないよ。これはA の続きを書くにしても、紫がないから書けないだろうな。白で塗るはある、白で塗るはあるか、とはいえだね。いや、これだけだと思うんだよな。今やるべきこと。
左側の絵柄はもしかしてなんか丸に対応するオブジェクトってなんかあったっけ。猫の話か。でこれが雨、四角が雨、三角がなんだこれ、これラブなのか、わかんない。ラブは全部じゃん。これが猫、三角が違う、三角が分かんなくて、これが雨でしょ。でじゃあ三角が何か分かんないけど当てればいいんだ。ひまわり、ひまわりだったっていう記憶がないや。What? うん。怖っ。なんかいつもよりノイズがひどい。の。今やることはなんだ。今やることはないね。絵を見る。っていうのは渡す。だからマジの方だったねやっぱり。だとしたらなんだろう、パソコンがある意味が分かんねえな。ゴーストだってわけではない。これどこだろう。ああいやどこだろう。うん。暗号。だったっけ。同じだ。昔話じゃない。
なんかこういう空間をなんか見たことある、なんだったかな、何らかの映画なんですけど、なんだったかなが思い出せないね。ジブリではなかった。紫色、ああこの紫色ってここのことね。なるほど、異なる。J なんだ。 OK、 めっちゃ塗るのね。いやでもこっちの、ちょっと、あ、そっか、こっちの絵違うんだ。グイ、内容に対してボイスが軽いな。オッケー。あ、奥のあれ二人なんだ。ニューヨークに立つ前に作品を見てもらいたくて彼は部屋に呼んだんだ。やばい、ストーリーをよく理解できてない。まあいつものことだからしゃあない。今のインタラクション。受かったんだ、はあ、ニューヨーク。ジャック、うん、じゃあこれ紫色にした方が良くなかった。白は最後から2番目に手に入れてた。違うか、紫色じゃないもんな。ジャック、ジャックは別に紫じゃないから。ジャックのテーマカラーは白、え、白、いや黄色じゃね。黄色い傘だったし。そもそも何なんこれ、これ何か分かんないんですけどね。すまん。これってさ、どういう意味なんだろう、ちょっとわかんない。これが何なのかわかんないんだけど、この世界は別に鏡だとかそういうのじゃないんよな。なんか逆さ向きに文字を書くというカルチャーに何か意味があるんだとしたら、ちょっとごめんわかんない。
やば、ストーリーが分かんなかった、ごめん。そういうことが最後、あの女の人の絵を描いた時に女の人が裏側からジャックっていう名前を描いたのか、それがあの絵画になってるんだ。あー、なるほど。最後のシーンの意味は分かった。私はジャックに描かれた絵の存在だったんだね。だから時間が経ってもそのままの姿でいられるみたいな感じかな。実際のこの男子の実際の最後に泣いてたばあさんか。でジャックは死んでて、あ、だからそういうことじゃない。自分はもう絵としてジャックと一緒にいて、絵側からずっと物語を見てたんだ。なるほど、 OKOKOK、 理解した。多分そういうことだと思いますけど、そういうことだとしたら、ちょっと最後の絵をもう一回見たいな。最後の絵ってちゃんとジャックのところ黄色くなってたっけ。黄色くなってればもう、まあ、絶対そうなんだけど。こだわってたよね。いや、音楽もだよね。音楽とグラフィック、アニメーションの部分とがすごい。ユカチェン。セイマジック、タヌキ侍。なんかじゃあそういうフリーフォント あるんだ、ああいう字の。
はい、魚丸木戸川ゲームじゃないですか。最後の絵をもう一回見たいね。の最後の絵の女の人の向こう側に部屋の中の絵が描いてあったかな。なんかなかったような気がするんだよな。ああジャック。ん？やばいこれ始まっちゃった。J あ違うなんか始まった。ジャックサイドストーリーが始まるぞ。これじゃあどうしようかな。ちょっとこの一旦区切るか。次回ボーナスステージということでジャック編行きましょう。お疲れ様でした。